北野しおりのリアルドライ。皆様こんにちは。まだ風邪が治りきらない北野しおりです。お元気でしたか、はい、佐藤美久です。いやもう世の中はクリスマス一色ですが、はい、しおりちゃんクリスマスの予定は？いやお仕事ですね。あ何かあの寂しくもなんともなくなんかって、私もあの元気にねお仕事です、はい、でね、まあ、前から聞きたかったんですけど、はい、本物のコスプレイヤー、うん、北野しおりから見て、うん、クリスマスの時の、コスプレサンタやトナカイ、はい、もっと言えば10月末の、渋谷とか、はい、一部でめちゃめちゃ人が集まっているハロウィンとかって、はい、コスプレじゃないよね、まあ、あれって、まあ、しおりちゃんから見てこうぶっちゃけどう思ってるの？でもなんかコスプレほどこう突き詰めた感じじゃなくて、うんはいはいはい、雰囲気楽しむための手段かなと思います。イベント、ね、そう、うんうん、だからクオリティとかも別に関係ないし、なんか楽しければいいんじゃないですかって、ワイワイやるって、そうそう、うん、雰囲気楽しむ手段ですよあれは。なるほど、はい、ありがとうございます何も求めてないです、はい、さてですね、はい、この北野しおりのリアルドライはコスプレイヤーでタレントでもある北野しおりちゃんと、私女優の佐藤美久の2人がコスプレやサブカルなどについてリアルにそしてドライにお話ししていく番組です。はい、それではまず一つ目のコーナーは乙女ロードナウのコーナー、待ってました。 ありがとうございます、はい、このコーナーは、私佐藤美久が、サブカルチャー特に腐女子を中心とした、アニメオタクの聖地と呼ばれている、はい、東京池袋乙女ロードの、毎月のトレンド、はい、動向などについて潜入し、その様子や編成について、はい、私の独断と偏見リポートをしていくというコーナーです、はい、ちなみに乙女ロードとは、東京池袋サンシャイン60の西側の通り一帯にある、アニメなどサブカルグッズなどを販売している、お店が立ち並んでいる通りを総称して乙女ロードというようです、はい。まあ、そんな乙女ロードの今月の動向を、ね、お話しさせていただければなと思います、はい。まずはですね、いつもの通り、ゲーム系作品の店舗に行かせていただきまして、はい、まあ、大体あんまりは変わってはなかったんですけれども、はい、多くなってたのは弾丸論破が多かったかなというふうに思います。へ、だから毎回行くけどやっぱ増えてるもの、あ今これが増えるんだとか、なんでなんですかね、そうなんか不思議なんですよね。発売されたとかでもないのにこの波があるの不思議ですね。そう、見ていて本当楽しいんですよね。そして、以前ねちょっとお話しさせていただいたんですけれども、はい、あの11月にまた新しくグランドオープンしますよっていうので、はい、まあ、素材館という、ね、場所ができるっていうのになったんですけれども、はい、まあ、場所がそのゲーム系の作品店舗のもう窓なり、はい、てか地下1階、その同じビルの地下1階なんですけども、もともとは、ユニバーサル系 の、はい、あのグッズであったり、はい、ディズニーのグッズが置いてあった場所だったんですけれども、はい、まあ、そこが、まあ、グランドオープンしていまして、はい、で行かせていただきました、はい、ですごかったですね。あの推しの自分が好きなキャラクターの推しの色分け、はい、そのキャラクターの何の色の担当なのかみたいな、はい、で全部こう何黒 黒系とか、はい、黄色とか赤とか、はい、それがもう全部分かれてすごい見やすい店内になってまして、はいはい、なのですごい見つけやすいですね。何が置いてあるんですか？なんか色分け、あのバッグの土台とか、そうそうそう、金具とかブローチとか、はいはい、そうそうそう、あの小さい、もう本当にあの米粒ぐらいの本当小さいキーチェーンとか、はい、そう、アニメグッズをあの引き立たせる素材ってこと？そうあの板バッグとか、はい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 、作るためとか、あと内輪素材でなんか作ったりとかするのに、必要な金具であって、はいはい、ブローチで色もついてるし、そうでキャラクターの、まあ、自分が好きなキャラクターの色ごとに分かれているへなっていて、非常に見やすい店内になってました。あの面白かったのが、はい、内輪の素材で、はい、あのシールで内輪にもうあのうさ耳してとか、あもう書かれてるやつ、完璧打ちわってやつ、目つぶししてとか、あ、そう、うんうん、切ってとか、あ、はいはいはい、あって、それね、あ面白いだろうですね、そう、もう絶対もうねはい、はい、統計ナンバーとかそっちらへんかな、ファンサービスがはかどるうちわですよね。 2.5 次元と か、 そうそう、舞台でね多分使われると思うんですけれども、はい、まあ、そういうのがあって、なんか面白いな、素材がもうデフォルトがあるんですね。そうだからすごい買いやすいですね、すごい、あのなのでぜひね皆さんぜひ一度行ってみてはいかがでしょうか。おたかつがはかどるようになってるんですね。そうです、はい、ぜひぜひ。で次にですね、まあ、2階建ての店舗、はい、1階が歴史関連グッズ、そして2階が、最新作から旧作、名有名作家作品、はい、往年の、名作グッズがある店舗なんですけれども、はい、まず、歴史関連なんですけれども、はい、まあ、こちらもあんまり変わってはなくて、はい、まあ、特にって言えば、まあ、イケメン戦国っていう、あー
ていう。今アニメ、最近アニメそうね、確かそうだったよ、私昔アプリのゲームやってました。イケメンだった、そうそう、まあ、あのイケメンがたくさん出てくる、はい、イケメンがいっぱい出てくる、はい、まあ、それがすごいやっぱ増えてたなというふうに感じます、はい、そして、まあ、2階ですね、はい、が、こちら結構増えてるのがあって、まずドンテに笑う、はい、結構これも実写アニメ、あ、実写映画化もね、はい、作品されてましたけども、はい、とかあとはですね、王室教師ハイネ、はい、こちらも、まあ、アニメ化もされてますし、はい、2.5 次元舞台化もされてますね、はい、そうですね、そうそう、なので、まあ、増えてるのかなっていうのもちょっとありますね、はい、そしてガンダムシリーズが最新から、はい、もう昔の旧作まであって、はい、あの見やすいですね、そこが全部揃ってるってすごい量になりそうですけどね。で、あとは、まあ、コナンなんですけれども、はい、目立てコナンですけれども、こちらの寝そべり、ぬいぐるみって言って、はい、こうキャラクターがちっちゃいぬいぐるみなんですけど、はい、ベーってこう寝そべってるっていうのが大量に置いてあります。今それが熱いんですね、コナン界隈では。そうそうそう。で、あとは、はい、まあ、あの前回 先週かな、はい、お話しさせていただいたバナフィッシュもね、大好きなみっちゃんの、はい、そうですのグッズも増えたかなというふうに思います、はい、大好きな、はい、そしてスポーツ系の、はい、アニメのグッズがね、はい、あります店舗ですね、ユーリオンアイスっていう、まだあのすごい、あ、まだそういっぱいあるんですよ、これがまた。で、この、ま、これもちっちゃいぬいぐるみなんですけど、はい、あのおまんじゅうにぎにぎマスコットっていう、本当にちょっとおまんじゅう型の、はいはい、あのすごい中にビーズっぽいのが入ってて、はいはい、もうにぎにぎできる、そう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 、がもうそれもうわっていやいや、たくさんありました、あれなんかね、あ、たくさん集めて積んでる人とかいますからね。そうそうそう、なんか十五夜のお月見だもんみたいな、そう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 、まあ、それもあったりとか、はい、あとは高校野球 の、はい、あの漫画なんですけど、はい、あの原作はそうなんですけど、大きく振りかぶってっていうのもすごい増えて、大振りってみんな言いますよ、ね、初めて名前知って私も。本当ですか、うん、なんか来年の、うん、2022月に 2.5 次元舞台化されそうなので、うん、はい、ぜひ、ね、あの検索してみてください、スポーツ系はね、はい、ということで、はい、結構ね、まあ、増えていたりとか変わっていないこともあったんですけれども、はい、でも新しいね、お店なんかも増えてたので、すごいあの楽しい日だったなというふうに思います。あの年末に向けてみんな大掃除とかしてグッズ整理しますからね。そういうこともあるのかな、狙ってるものある人は今行くのがいいんじゃないですかね。そうね、確かに混む前にぜひ行っていただければなと思います、はい、中古市場は盛り上がると思います、はい、ということで、はい、以上乙女ロードナウのコーナーでした。くるくるコンテンツのコーナーよ、イエーイ、待ってました、はい。さて、このコーナー、はい、くるくるコンテンツ、略してくるコンは、はい、アニメや漫画やゲームの中でこれから流行が来そうなもの、うん、もしくは現在急激に人気が出ているものを、私北野しおりの独断と、偏見放送を交えながらご紹介いきたいと思います、はいはい、で今回ご紹介させていただくのは、はいはい、11月30日発売の講談社、うん、はい、仲良し1月号で連載を開始した東京ミューミューオーレです。おお、はい、東京ミューミュー知ってますか、はい、もちろん知ってますよ、はい、そう、ちょうど私たち世代の、はい、もう結構あの流行ってた、そう、美少女、うん、若い、あの若いじゃない、幼い時ね、そうそう、美少女戦隊アニメ、うん、そうね、漫画、うんうん、あのちょうど私たち世代の、そう、ね、20歳前後の世代、うんうんうん、東京ミューミューっていうのがあるんですけど、うん、東京ミュウミュウは、うん、はい、詳しく説明します。あ、はい、ありがとうございます。2000年に仲良しで連載が始まった少女漫画ですね、はい、で、ちょっと選ばれた少女たちが変身して、はいはい、強大な敵と戦う、うん、いわゆる、まあ、さっきも言ったんですけど、うん、美少女戦隊ものというジャンルで、うんうんうん、2002年にアニメ化やゲーム化もされ、うん、2003年には続編の東京ミュウミュウアラモードも仲良しで連載されています。はいはい、でこれも20年経った今でも、うんうん、東京ミュウミュウのコスプレをする人たちがいるほど、うん、その大人気、はいはい、の作品なんですけど、うん、この作品が仲良しの創刊65周年記念超大型企画として新しく連載が始まったんですね、はい、そう、うん、でしかも今回はね、うん、なんと主人公が美少女ではなく男なんですよ、なるほどね、そう、だから俺なの、いや、そうなんですよ、この地球に、この青い地球に生きる全ての命のために、うん、今度は俺たちがご奉仕するにゃん、はいはい、というキャッチコピーで始まった東京ミュウミュウオーレ、はい、今後の展開がね、とても楽しみなんですけど、はい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 、キャッチコピー自体はね、可愛いですね、そう、だしその元の作品東京ミュウミュウとあまり変わんない、うんうんうん、ご奉仕するにゃんっていう、そう、主人公のセリフがあったんですけど、うん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 、まあやっぱなんていうんですかね、
これ今、うん、私すごいこれ読んだんですけど、まだ連載1回目を読んだんですけど、あの昔、うん、美少女戦隊アニメが好きだった世代って、はい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 、セーラームーンとか東京の夢とか、うんうんうん、その可愛い女の子が戦う漫画は好きだったじゃないですか、うんうんうん、でもその世代って今、うん、興味の対象が、うん、まあ、美少女アニメも好きだけど、うん、あの男性に向かうんですよね。あ、かっこいいね。そうそう、あのみくちゃんがよく紹介してる、うん、刀剣乱舞とか、いろんな美しい男性確かにのアニメコンテンツとかにハマりやすいんですよ、ね、現実の男性とかアイドルとかにもハマる世代だし、でその世代がこのね主人公が、うん、自分たちが懐かしいなって思った漫画が、うん、主人公男になって帰ってきたら、うん、これ結構好きっていうか、それでかっこよかったらね、まあ、そう、なんかこの世代がちょうど、うん、昔読んでた世代がちょうど帰ってくるコンテンツになってるなってすごい思ったんですよ、読んでみて、ね、そう、はいはいはい、でなんか東京ミュウミュウ、ミクちゃん読んでました？いや、あの、ね、アニメはね、見たような気がするんだよね、そうそう、漫画は読んだことないかな。あ、そうなんですか、うん、私ちょうど世代ってか、ちょうど連載当時読んでたし、うんうんうん、単行版で読んでたんですけど、うん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 、そう、なんかなんだろう、決め台詞やっぱり、うん、一生模倣してるってわけじゃなくて、まあ、ちゃんとパロディー、うん、なんて言うんですかね、うん、こういうのリメイクじゃないけど、うん、ちゃんとこう引き継がれる要素は引き継がれていて、うん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 、ネタバレしないように今感想を言ってるんですけど、はい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 、引き継がれていて、うん、まあ、なんだろう、やっぱ懐かしい気持ち、そうね、そう、男の主人公が美少年に、うん、まあ、正直美少年なんですよ、美少年だね、美少年、うん、私もあのちょろっとね、そうそうそう、させていただきましたけど、確かに美少年だ、やっぱそうそう、なんか好きだなって感じの、うん、もうほんと20代前半ぐらいの女性が好きそうだ、そう、ね、そうそう、なんか仲良しをちょうど読んでる世代の小学生とか中学生の女の子たちも、うん、まあ、もちろん好きだと思うんですけど、うん、やっぱり昔読んでた世代も好きな作品になりそうだなみたいな、うんうん、そう、え、結構さ、東京ミュウミュウってさ、結構あの、はい、コスプレしてる方多いなっていうのし、結構見るんですけど、まあ、やっぱなんかなんだろう、うん、でもしゅいちゃんもね、はい、やってたよね。あ、私もやってました、うん、なんかやっぱ昔なりたかった、うん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 、そうね、ヒーローってかヒロインにやっぱ大人になってなれるって、なれるようになってるから、なりきれるっていいよね。そうそうそう、うん、あのやる人結構多いと思うんですよ、うん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 、でこのなんか東京ミュウミュウオーレ も、うんうん、もうコスプレする人結構出てくるんじゃないかなって。ただなんか男性で結構ボディーラインが出てる衣装だったんで、確かにそうだね、まあ、女性がやるのは難しいかもしれないんですけど、うんうんうん、まあ、結構流行るんじゃないかなって思います、うんうん、コスプレも、うんうんうん、そうそうそう、またじゃあ、あのシュリちゃんね、ぜひ東京ミュウミュウ、東京ミュウミュウの方やろうかな。そう、オーレはなかなか難しいけども、オーレはそう結構ね男性らしい、うん、絶対吹いてくるよね。そう、でなんかこれ私すごい読んでて思ったんですけど、はい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 、男のかっこいい男の子がいっぱい集まるアニメになり、うんうん、アニメっていうか漫画作品になりそうな感じで、で主人公が、うん、まあ、なんかなんだろう、主人公女の子の主人公いるんですけど、うんうんうん、他のアイドルコンテンツとか男性、はいはいはい、女性向け男性育成ゲームとかにありがちなんですけど、うんうん、主人公が恋愛感情を持つ立場っていうよりも、うんうん、私たち目線の、うん、応援する側、そうそう、応援する側の目線だったなと思って、確かにね、うんうん、そう、だからなんか、なんだろう、やっぱ感情移入しやすい作品だなっていうか、うんうん、こっちも応援したくなるっていう、そうそうそう、読みやすい感じだなと思いました、うんうん、なるほどね、はい、楽しみですね。なんかね、そのネタバレなしでね、うん、こうなかなか感想をベラベラ喋るって難しいですけどね。なかなか難しいんですよ。またね、またこう人気になってって、もともと人気のある作品だから、はい、まずねアニメ化とかねしていったらね、いいかなっていう。ね、これなんか本当早く単行本になって読みたいなっていう気持ち。なんか小学生の頃、私もね、ちょっと興味が湧いてきました。ミクちゃん絶対好きだと思うから。私はミクちゃんにもぜひ、うん、ありがとう、読んでほしいんですよ。読みたい。うん、はい、うん、なんて言うんだろうね、ネタバレしちゃいたくなっちゃうんですけど、うんうん、まあなんか、ね、東京ミュウミュウ好きだった人みんな好きだと思う、うん、まとめると、うん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 、女の子みんな好きな感じでした。はいはいはい、はいはい、で絵柄もあの美少年だったなっていう、うんうん、
じゃあでも本当皆さんまた、はい、ね、好きな方はぜひぜひ読んでいただき、はい、知らない方もねぜひねちょっとこれを機にね読んでみてはいかがでしょうか。はい、はい、以上くるくるコンテンツのコーナーでした。はい、改めまして、ただいま放送中の番組、はい、北野しおりのリアルドライ担当は北野しおりと佐藤美久がお送りしております、はい、さてここで、ラジオをお聞きの皆様にお知らせがあります。はい、皆様にお楽しみいただきましたこの番組、はい、北野しおりのリアルドライは残念ながら今回で最終回となります。はい、まあ、せっかく、皆様から応援いただきました、はい、この番組が終わってしまうことはですね、まあ、私たち2人にとってもですね、まあ、とても本当に残念なんですけれども、はい、ここからエンディングまでのお時間をいただきましてですね、はい、文字通り、はい、年忘れリアル、ドライトークをですね進めていきたいかなというふうに思います。はい、まあ、ということでね、はい、今日もう1年ぐらい、そう、もう1年とちょっとですね、ちょっとやってますよね、約1年と2ヶ月ですかね。はいはい、去年の2018年10月28日からこの番組をスタートしておりますね、はい、ということでなかなか多分これ喋ったことあったかなって思ったんですけど、はい、お互いの第一印象で喋ったことありましたっけ。ないですね、ないよね、はい、ふわっと始まった、第一印象、そう、なんかね、私はね、お人形さんみたいだな変な笑い方しちゃった可愛い感じのもうなんというかこう髪の毛もすごいなんか、はい、ハイトーンというか感じで、はい、あ、お人形さん、そういえばハイトーンだった私第一印象なんだろう、なんかこう、はい、仲良くなる前にラジオが始まって、うんうんうん、どうやって絡んだらいいのか分かんないなって思ったんですけど、なんか結構ラジオを通しラジオを通して絡むのと、あとなんかお互いアニメとか漫画好きじゃないですか、だから普通に絡めやすかったのと、なんかボーイズラブとかについての熱量がすごくて、私のね、そう、私なんか毎回地味になんかミクちゃんのコーナー好きだったんですよね、当たるな今回もみたいな、いつもね待ってましたとか待ってました結構本心で待ってましたって感じ、ありがとうまあ、年齢がねちょっと近いっていうのもあって、すごいなんだ、喋る話題も似たようなのも多いし、だから全然なんか初めて会った感っていうのが、はい、ぬるっとラジオに入ってきましたね、そうガールズトークに入っていけたなっていうイメージ、だから第一印象って特別なもの私ないんですよね。あ、ぬるっと始まってなんかぬるっと仲良くなったなみたいな自然とっていうね、そうのがまあぴったりかなと思うんですけれどもで、まあ、この番組で、はい、まあ、しおりちゃん、まあ、初ラジオレギュラーパーソナリティだったじゃないですか、はい、まあ、やっぱすごいんですよ、初めてな感じじゃないんですよ。いやでもこれよく喋れるなと思って喋るんだけど、もともと好きなんだと思うんだよね。結構喋るんですけど、でも私なんか回しじゃないけど、あ、はい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 、そのなんだろう、司会じゃないけど、うん、これ第一印象の話に戻っちゃうんですけど、うんうんうん、ミクちゃん、うん、結構主導権に、まあまあ、うん、こう回してくれるから、これミクちゃんいなかったら私なんか脱線しまくった話終わらないんじゃないかなっていう、だからなんか、はいはいはい、パーソナリティ初体験なんですけど、うんうん、ミクちゃんがいたから、あ、そう、なんとか成り立った、そう、成り立った、ありがとう、そう、うまいこと操作してもらったんですよ、これ。いやいや、もうね、しおりちゃんにも助けていただいたことも多くありますから私もね、いや、そう、脱線、いやだから本当、だから初めてなのにすごいよく喋れるなと思いながら、はい、と思いました。ということで、まあ、この番組で、はい、まあ、しおみくランキングっていうね、はい、まあ、コーナーがありますけれども、まあ、これでまあ1年2ヶ月この番組やってきましたけれども、はい、まあ、印象に残っている品物であったり、はい、まあ、ちょっとお互いにね、まあ、準優勝優勝っていうのはちょっと言っていこうかなと思います。なんかね、私なんか、うん、グルメセレブ、自称グルメセレブみたいな通り名でこのしおみくランキングっていうのやったんですけど、うん、私やっぱ舌がちょっとやっぱ庶民的っていうか、何食べても美味しいみたいな感じで、なんか一番印象に残ってるっていうか、うん、やってて一番楽しかったのは私卵かけご飯なんですよね。卵かけご飯好きだから、うん、3つ食べたじゃないですか、うん、3種類、うん、なんか全部美味しくて結構ハッピーだったそういう思い出ですね。なるほどね。はい、で水羊羹ぐらいから、うん、ここ4、5回ぐらいかな、一番難しかったと思って、私外しまくってて、全部が全部いろんな意味で印象に残ってますね、うんうん、私はね、まあ、準優勝優勝でちょっと決めたんですけど、はい、まあ、準優勝はタニー農園さんの知らぬいジュース、オレンジジュースが美味しかった。おもう完全タイアップだったっていうのもすごい嬉しかったです。嬉しいですよね、そんなことあるんだと。
それでまあ第1位は、はい、あの優勝はまあヨーグルトなんですね。あ、そうなんだ。あのブルガリアに行く前の、はい、放送で、まあはい、ブルガリアヨーグルト当てられた、当てれることができたっていうのが嬉しかった、はい、うん、おそう、まあ、それをね、それを持って、ブルガリに行ったから嬉しかった。そう、ミクちゃんはちゃんと自分が当てた実績をね、誇れる成績を残している。いや、そんなことない、そんなことない、いろいろでも、しおりちゃん最初ね、最初出だしはすごい、食パンとか良かった。あ、そう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 、当てたんですけどね、うん、途中から庶民の舌が、いやいやいや、大暴走と。まあね、このランあのしおみくんがとってもね、楽しいコーナーだったなというふうに思います、はいはい、まあ、そう、うん、でもなんといっても、うん、結局この番組の大きいメインって、はい、うん、ロードトゥブルガリアなんですか。あ、そうですね、うん、確かに、もう本当にありがたいことにね、はい、番組を飛び出してブルガリアまで行ったという。でまずはもう昨年の、はい、ブルガリアフェアにね、あの行く前に、ブルガリア実際に行く前にね、はい、参加させていただいて、参加しましたね。あの初めてそういうなんて他の国のフェアに行くっていうのはなかなか、はい、ブルガリアってそもそも馴染みの、私たち普通に来た馴染みのない国ですもんね、ブルガリアって言ってもヨーグルトっていうイメージやっぱ強かったので、そうそうそう、実際ね、もうフェア行ってみて、はい、いっぱい料理がヨーグルトだけじゃないんだなっていうのをねやっぱ知れたし、ワインもすごいねあったりとか、バラ推しっていうのもね、はい、あったかなというふうに思います。でもなんか実際そこのブルガリアの文化目の当たりにしても、うん、そのブルガリア行くかもよって言われてるだけなんか、そうそうそう、行くかもよだったからね、本当に行けるのかっていうか、ちょっと遠い国感まだあった。そうだったね、確かにヨーロッパってっていう、ヨーロッパ、そう、どこ遠いなっていうイメージしかね、そうそうそう、行ってる人も知り合いにいないしな、うんうん、そう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 。でね、まあまあありがたいことに、はい、そこからまあ日本ブルガリア協会に、はい、まあ、出席、総会とかね、はい、総会ってすごいすごかったよね、はい、なんかあんな、なんだろう、なんか、あっていう、なんかかしこまった場で、うんうん、なんか、出ると思わなかったし、二人でね、そう、で結局なんかいろんな縁があって、冷たん、年子さん、うん、さんね、公式サポーターにね、はいはい、いろいろ助けていただいて、はい、その説は本当にありがとうございました、はい、ということで、まあそんななんやかんやがあって、うんうん、なんやかんやって、まあ、結局アニベンチャーコミックコン2019に行けたんですよね、うん、我々、確かに、そう、で事務局の方から、まあ、招待状をいただきました、はい、招待状来た、すごいかっこいい招待状をね、いただきまして、はい、ありがとうございました。あんなのね、うん、生きてて来ることないですからね、絶対にないないない、今後もあるかもか分かんないね、もう実際こうブルガリアのアニメチャーコミックに参加して、はい、もう私はあの映画22世紀グマが、はい、まあ、ブルガリアで海外初上映ということで、はい、舞台挨拶もさせてもらって、はい、本当にありがたかったなと思います。いやあれすごかったですね、うん、ブルガリアの人もこう、そう、あの字幕で結構楽しいんですよ、うん、席も満席で、あの皆さんご覧いただいて本当にありがたかったなというふうに思います。でしおりちゃんもね、日本代表コスプレイヤーとしてね、はい、行ってね、ステージにもね、一応ね、あの舞台やつ、ね、一緒に立ちました。そう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 、で写真もね、たくさん撮ったかなというふうに、ね、なんかあれですね、行かないと実際、うん、行ってみて分かることすごい多かった、うん、そうね、たくさんありましたね、なんかブルガリアの人の、うん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 、コスプレどんな立ち位置で楽しんでるのかとか、うんうん、今ブルガリアどんなアニメがね流行ってるのかっていうのもね、なんか知れたかな、はい、すごいなんかいい経験、うん、人生の中ですごい大きい経験になったなっていう、うんうん、確かに、はい、まあ、そこからね、はい、あのご縁がたくさんあったかなと思うんですけど、まあ、その中でも、はい、日本語学校の138学校に、はい、なんと表敬訪問、ね、表敬訪問っていう、なんかもう表現がすごい、そう見せて、あんまない、これからの人生で表敬訪問したことありますなんて、表して尊敬して訪問する知らない言葉ですよ、はい、でも絶対お二人にとってもこれからまあ人生の中では絶対経験できないねことをさせていただいて、はい、そしてマリア先生からお手紙もね、はい、いただいて本当にありがとうございます。でもなんか帰国してからもこう、うん、ブルガリアフェアで皆さんからどうでしたか、ね、って言われて、うん、なんかここまでが一通りのブルガリア、うん、そうそう、で皆さんからも帰りなさいっていう風にね言葉をいただいて、はい、とても印象的だったなという風に思います、はい、で本当に皆さん、ブルガリア向けての、いろんな、関わっていただいて皆さん本当にありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。すごい大きなことだったんですけど、うんうん、皆さんのおかげで、はい、ありがたいなというふうに思います。今後もね、はい、頑張っていけたらと思います。はい、じゃあ今後の、まあ、来年とか、あの抱負ですね。はい、どうですか、しおりちゃんは。来年の抱負ですか。まだなんか来年の抱負まで考えてないです。今年を振り返ることに一生懸命で。まあなんか来年はもっとフットワーク軽くいろんなことに挑戦できたらいいなと思います。うん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 、
みくちゃんはどうですか？私はもうまた、海外で、自分のね出演させていただいた映画が上映できるように頑張りたいなというふうに思います。はい、では、皆さんですね、いよいよもうエンディングのお時間とが近づいてまいりました。しおりちゃん、まあ、皆様に、メッセージお願いいたします。はい、ラジオパーソナリティ初めての体験だったんですけど、うん、すごい皆さんに応援、いろんな方の助けがあって、うん、1年ちょっとやりきることができました、うん、はい、この番組に関わってくれた皆さん、どうも今までありがとうございました。ではみくちゃんもこの番組お聞きの方へ一言お願いします。はい、2018年10月28日からスタートして約1年2ヶ月ですね。本当にたくさんの方に支えていただきながら、はい、この番組進めさせていただくことができました。リスナーの皆様、そして、関わっていただいたスタッフの皆様、本当にありがとうございました、はい、今後とも、女優として頑張らせていただければなと思います。ありがとうございました。それではですね、皆様どうか、来たるべき2020年、はい、良いお年をお迎えください。北野しおりのリアルドライ、パーソナリティは北野しおりと佐藤美久でした。本当に最後までお聞きいただきありがとうございました。